ディトリウ・ブルンクは、デンマーク、ドイツの19世紀前半の画家である。現在は、ドイツ領のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州のミュンスタードルフに生まれた。16歳で、コッペンハーゲンの王立美術院に入学し、1818 18年まで学んだ後、教師の勧めで、ミュンヘン美術院の校長、ヨハン・ペーター・ホンランガーの下で学んだ。 1820年にコッペンハーゲンに戻り、再び王立美術院に入学し、ルンド・エカスベアに学んだ。同時期の学生に、ビルヘルム・ベンズやエルンストマイヤーがいる。1827年に王立美術院の展覧会に出展資金賞を受賞した。1828年から海外に出て、ローマやベルリン、ドレスデン、ミュンヘンで活動した。 ローマでは、デンマークの彫刻家、ベルテル・トー・バルセンと知り合い、ドイツ人のナザレ派の画家、ヨハン・フリードリヒ・オーファーベックの影響を受けて、宗教的な題材の絵も描くようになった。ベネツィアやフィレンツェにも訪れた。1838年に、コペンハーゲンに戻り、2年ほど泊まった後、1840年に、同性愛のスキャンダルがあって、ベルリンに移り、 翌年ミューン編に移った。1842年から1848年の間はウィーンで暮らし、ドイツ系画家の美術集団に所属した。1848年のシュレースビヒ公国とホルシュタイン公国の帰属をめぐる第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争が始まると、ホルシュタイン生まれのブルンクはデンマークに対立する側についた。ありがとうございます。